ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。真実は一つ、おっぱいは2つ。こちらの山さんの採用でございます。山さん2回目でございます。すごい応募マスカー3人ぐらいしかしてないんじゃない陸上系 YouTuber、 シンプルにスポーツテストやってみた。おお、これね、ずっとやりたかったんですよ僕。ちょうど今の時期、うん、学生は多分スポーツテストなのかな。自分の結果と見比べながら、そうですね、はい、よしきに勝った、 TKD に勝ったみたいなマウントを取りながら学んでいただいてということです。なるほどね。なので今からスポーツテスト全種目やっていきましょう。やっちゃう、やっちゃいましょう。やっちゃう。確かに、はい、今までね、はい、もういろんな YouTuber の方スポーツテストみたいなやってますけど、ぬるいぬるいやっちゃうよそれ。やり方がぬるい、結果にぬるいって言ってます。やり方がぬるい、やり方がぬるい。ガチガチにその文部科学省のルールにのっとってもうちゃんとやっていくと。一般の学生がやる種目はもうちゃんと全部やって、全部やります。まあ学生が比較できるような。できます。脚力計も買ってきた。買いました。一番安いやつ測れればいいんで。ハンドボールも買いました。ハンドボール買ったね、はい、ミカサ、ミカサ、はい、ちゃんとしたやつね、はい、やっていこうか。これ二人でですか。いや、プクもやります。一緒にはやるけども、プクはプクで、あの動画1本。え、嘘またプクにやらせて。で、まあスポーツテストなんですけども、成人用のもあるみたいですね、今。アダルトはもうちょいレベル上がるってこと。アダルト見たら、下がってました。あ、下がってんのかい。僕たちが今までやってきた中高生の得点表を使って、今回もやっていきたいんですが、はい、種目、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、持久走、1500m ですね、20m シャトルラン、50m 走、立ち幅跳び、ハンドボールなんかになってます。今言ったのは9なんだけど、学校でいろんな基準があると思うんですけど、全部やりますけど 1500m と 20m シャトルラン2つやって、例えば僕ね 1500m が5分半でした。でも 20m シャトルランは100何回できたんで、そっちの方が点数高かったって言ったら 20m の方を申告すると。いい方ね、はい、で8種目合計80満点中何点でしたかっていう戦いになった。戦いじゃん。わかりました。確か65点以上がいいじゃなかったっけ。 ABCD とかあるじゃん、うん、なんか送られてくんじゃん、はいはいはい、4月ぐらいに、はいはい、忘れた頃にでお前どうだったみたいなのあるじゃないですか。なるね、なるね、はい。65点以上が A だった気がします。今日は皆さんもね、うん、A を目指して、A をね陸上系 YouTuber って名乗ってるぐらいですからね、はい、まあ、A は軽々と軽々と行かなきゃいけないというのを怯えながら今言ってます。そうですね、周辺は大丈夫だけど俺はワンチャン危ういということで早速楽しんでいきましょう。はい、それでは行きましょう。ダッシュで行こうぜ。握力測定。楽しみですか。楽しみです。僕は大嫌いですということで、こちら Amazon で購入しためちゃくちゃ安い握力測定器なんですけど、はい、人気ナンバーワンでした。人気ナンバーワン。 YouTuber しか買ってなさそう。買ってないですね。2回測って良かった方を左右、はい、足して2で割った方、2で割ったものが得点になります。うわ緊張する。だから右が90でも左が2だったら45なんで。なるほどね、はい、俺ねでも引っ越しやってたんで一人で、ね、結構ね冷蔵庫をバッて持ち上げますからね。つって俺はね腱鞘炎なんですよ。本当だもんね。最悪。じゃあいきます。はい、ゼロいきます。うわーっ、ガーッ、え、ガーッ、やばくね。ちょっと、あ、違う違う、これね、違います。これ84 38.3。はい、意外にねえんだな。腱鞘炎はどっち。右です。あ、右か。あ、小6のヨシキに負けてます。いきます。うぅっ、ガチから入んねえ。あれ、動いてないよ。え、いきます。うぅっ、ガチから入んねえ。あー37.4。おお、意外に左右差ない。40来て40来て。いけるいけるいける、信じればいける。いきます。はい、うぅっ、来い、こい、言うな。42.7。完全に覚醒しました。やりきます。うぅっ、来い、来い。はい、武田、結果出ました。40.5。想像以上の結果が出ました。僕32ぐらいかと思ったんです。本当に3年前ぐらいですかね、ちょっとナンパで、俺は腱鞘炎だから握力弱いんだよって言って、女の子と手握って、え、本当にこれが全力っていうのをよくやってました。彼女に怒られてた。8種目65、結構余裕だな。は、なんて言いました今。8種目65点以上取れば A なんでしょう。余裕じゃね。ちなみに今の俺の 40.5 でも何点か。多分握力って別に絶望するよ。多分5点とかだよ。6。よし、6点。5点かと思ってた、マジで。いや、握力結構絶望するよね、はい、握力やばいんだね。よし、ダッシュで行こうぜ。じゃあ、え、いきます。はい、うわー、41.1。え、41.1。左しかも、左、利き手ですかね。めっちゃショック。雑魚じゃん。いきます。はい、ガ
42.4 はい、右 42.4 1と 2.4 じゃあ2回目、左利きいきます。ふっくわー、下がった。38壊れてんじゃん。あ、やめろ、これあるある出た。握力計壊れてんじゃん。2回目めっちゃ下がった。41.8 記録6点。よしき6点。あ、マジか、ショックすぎる。今年やってるって言ったのは勝ったんで。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで2種目目は上体起こしになります。さあ、じゃあ早速スタンバっていきましょうか。それついてない、ね、先生か、お前は。いや、俺の学校超厳しかったんだよ。よーい、こっ。終了。すごい、35回、10点。おー、すごい。今肩甲骨ついてたでしょ。ついた、今綺麗だった。いけるかな。あ、待って、無理かも。周辺のテンポ無理。はい、行きまーす、はい、よーい、ゴー。29、終了。 OK、 よっしゃー。傷すぎるこれ。TKD が35点で10点。シュワーシュワー。よしきさん30回で8点。いや、8点でよかった。よかった。いや、もうスポーツテストあるあるはね、あの、揚げ足をすくう。逆に言えばそれは確かにちゃんとやってないよねっていうのもあるから、まあ皆さんそこもあのスポーツテストの醍醐味として皆さん、あの、たくさん揚げ足取ってください。そこはリッキーのスポーツテストなんで、コメント欄厳しめでいい、厳しめでいきましょう今回は。ダッシュでいこうぜ。はい、ということで3種目目、はい、反復横跳びということで、これ皆さん見てください。こちら皆さん陸上競技場に養生テープを貼らせてもらってます。後にならないのでご心配なく。ということで、この線なんですけれども、ここから100センチですね、100センチ取ったところに線が引いてありまして、20秒間になります。20秒間で、用意、1、2、3、4、5というカウントで線を到達しなかった場合、それはノーカウントです。はい、以上です。やっていきましょう。行きまーす。よーい、ゴッ。終わり。あ、ミスゼロ。早すぎて数えられなかった。そんなことある。最後までご視聴。66回。早っ。マリオパーティーの気分だ。1回できなかったっけ。2回できたような気がする。フックだったら2回やっていいよ。テスト2回実施して良い方。良い。行きます。やばい、フックさん、あれありですか。ダメです、ダメです。真ん中行きます。よーい、ゴー。終わり。ゆしきさん59回ということで、点数が分かりますか。これ雑魚すぎない。8点。やばい。どうする。これ一応2回行います、ルール上。ちょっと服の後にもう一回やろうか。様子見んだ、様子。服の後ね。やばい。よーい、ゴ。終わり。24回。結果59回。なんだよマジで。うわー、やんなきゃよかった。はい、ということで反復跳びお疲れ様でした。ゆきさん2回やった。もうなんでやったのか分かんない。めっちゃ足ダメージきたわ。めっちゃきちゃった。59点の8点で TKD が66回の10点。やばい、2連続10点じゃん。来てます、今んとこ。やば、すごいな。ということで次の種目やっていきたいと思います、はい、それではいきましょう。ダッシュでいこうぜ。次の種目、ハンドボール投げやります。やったー。今回ハンドボール投げなんですけれども、管理人さんの特別な許可を得てこちらで投げさせていただきます。皆さん、はい、ここでのボール集めは禁止です、はい、気をつけてください。ということで、投擲サークルが半径1メートルになってまして、ここの中から投げるとき出ちゃいけない。なるほど。この中からしっかり投げてハンドボール投げをします。横投げ禁止だよね、これ。だった気がするな、はい、横投げ禁止だったと思う。この縦投げじゃないとダメ。はい、あ、これだとあのサッカー部のキーパーがオリバー・カンが優勝しちゃうんで。はい、強そう。槍も強いからね、シュウは。いや、ここは一番のミスバーだと思ってます。そうだね。投擲フォームは基本的に自由だけど、できるだけ下手投げをしない方が良い。早速やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、おらー。はーい、オーラー。
回ります。はい、よろしくお願いします。31.4。マジでキャッチボールしながら戻っていく。おー、うまい。オッケー。あ、ずっと取らないの。はい、ロング、いきます。はい22.7。 ザコーということでハンドボール投げ終了しました。すごい落ち込んでる。はい、ということで武田が 31m で8点かな。もうちょっと行きなったね。周平が8点ならまあ納得めっちゃ納得なる。すごい落ち込んでますよ。よしきが 22m で5点。それは俺のお点5点最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 普通に難しいな。これはやばいね。やばいね。やばい。今ちょっとコメント欄ちょうどね、ザコザコで今逃げてます。ちょうど今、はい、やばい。ちょうど逃げてます。まだまだですか。まだね、はい、50m とシャトルがあるから。言って半分終わった。終わった。半分終わりましたね。半分終了しました、皆さん。まあ、これからね、あのランニング系と言えるあの足を使う系に今からなってくるんで、ちょっと後半が僕たちの得意種目でありたい。はい、そうですね。ということで早速次の種目やっていきたいと思います。